つながるニュースをご覧の皆さん、こんにちは、伊藤かな子です。さあ今日も豊中のたくさんの情報をお伝えしてまいりたいと思います。徳ちゃん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はどんなネタですか？はい、今日はとあるところにお邪魔してきましたというお話です。どうぞ。おもちゃ、人形、プラモデル、丸中。そうなんですね。かなり味がありますね。あるでしょう。これね、岡町商店街というところにね、はい、あのね、もう50周年を迎えるようなおもちゃ屋さん。 50? あの、町金くんチケットっていうのはね、あるんですよ、はい、有効期限が2月末までだったんですよ、うんうん、いうことで、5000一気に使えるところっていうふうに考えたら、はい、うん、おもちゃしかないだろう、他にもあったでしょうけど。いえ、おもちゃしかありません。で、この丸中さんに行かれたわけですね。そうなんです。豊中報道2でもね、初めてお邪魔させていただいたところだったんですけど、はい、こういう商店街の昔ながらのおもちゃ屋さんって、うん、どこの町にもあると思うんですけど、あると思います、はい、だからもう、ね、ワクワクしながら入ってたんですけど、意外と新しめのやつがね。でしょ、女の子向けのね、おもちゃなんかもね、たくさん並んでて、僕あんまりまじまじ見ることなかったんですけど、でもリカちゃんとかね、うんうん、隅っこ暮らし今ね人気ですから、編み物とかね、はい、あとね、フルートなんて、これすごいですよ。なんか楽器おもちゃみたいな、楽器おもちゃみたいなね、あったりするんですよね。品揃え豊富で、はい、そうなんです、うん、はい、でこれはね、あのボードゲームですね。家族みんなで遊べるようなですね、はいはい、人生ゲームとかね、ありましたよね。そうあ、ツイスターとか、ツイスターとかちょっと懐かしい。僕が大学生ぐらいの時に、あの深夜番組で、あのビキニのお姉さんがやってましたよね。そうなんや。やってましたよね。ちょっとお色気にも使える、まあ、でもファミリーでもね、楽しいですから。そうです。最近子供用パソコンがね、うん、人気なんですって。これね、僕びっくり思いましたよ、うん、これね、ワード、エクセル、パワーポイント入ってるの？入ってる。特別体験のソフトが入ってるっていう。すごいですね。まあ、お値段もまあそれなりにね、6歳以上ですよ。おもちゃの割にはしますけど、小学校1年生これ叩いてたら結構ビビりますよ。すごいですね、はい、っていう感じでね。でこちらは、あの、俺たちのガンダム、男子が目キラキラするんじゃないですか。そうなんです。でとはいえね、僕らの世代の、もう言ったら、あのおもちゃっていうのはね、うん、見たことあるおもちゃってのはこの辺ぐらいで、はい、あとはね、やっぱり新しいガンダムになってるんで、ちょっと僕らわからないんですけど、はい、はい、ということでね、今回はこの余った町金くんチケットを使い切るっていう程度お邪魔してたので、うん、はい、はい、買うっていう、はい、6000弱ありましたよね、はい、そうですね、結構買えます、はい、はい、なのでこれね、はいはいはい、買いました。黒ひげ危機一発、はい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 、これね、あの5倍飛び出るって書いてあった。どういうこと？わかんないわかんないわかんないけど、黒ひげが5色いますね。5倍飛ぶっていうのは5倍高さがあるのか5個飛ぶのかわからないんですけど、面白そうなんで、ちょっとね、買わせてまた遊んだ様子をね、またお伝えできればなというふうに思いますので、ね、見事に大人買いしましたね。そうなんです、ね、まあね、本当50周年も経ってるお店とはいえね、うん、あの、本当に新しいおもちゃたくさんあって、うん、で今ね、あの、お店の方に聞いたら主流はカードらしくて、うん、遊戯王とかね、ポケモンカードみたいなやつが、ーカードゲーム、カードゲームっていうか、まあ、カードですね、集めるやつですよね、集めるやつです、うんうんうん、みたいなやつが人気で、まあ、あの、小学生から大きいお友達まで買いに来てくださってると、うんうん、いうことだそうです。いや、これからまだまだ春のね、お祝いシーズンとか、いや、入学とかね、子供のシーズン、子供の日がね、はい、あるんで、ありますね、ね、ちょっとおもちゃ選びに行こうという時にこちらに行かれたらいいかも。選びやすく、もう棚も整理されてるので、うん、ぜひね、足を運んでみてください。はい。